ミズ・水マーベル第2話、感想会、はい、まあここでもなんかね、イギリスなまりだとか、お兄さんに指摘されたりとか、ちょっとされて,て。いやいや、いやいや変なところが確かにあるんだよな。うんうん、まあまあ、そのね、えー、単純に親戚っていうところも、いろいろごまかしながら、ごまかしながらみたいなところで、えーまあ、カムランのちょっといろんなキャラクターもさらに深掘りしていったっていうようなところでございます。 はいえー、そこで、ですね、えー、とりあえず、えー、その場をうまくごまかして、えー、お兄さんと婚約者を家に、えー、招いての、えー、パーティーといいますか、うんえー、家族での食事会みたいなことになりました。えー、で、ここでなんかいろいろね、あのー、なんかいろんな文化的なこと、はい、お兄さんがポホットトピックでいットト、はい、言ってましたね。 あのホッットトピックってあの、うん、日本では多分、展開日本では多分、絶対展開してない店なんですけアメリカと北アメリカではすごく展開してるお店で、日本でいうとビレッジバンガードみたいなビ<ー>、まあ、レバンの,その雑貨系がないような洋服だけのって言ったら一番近いのか分かんないんですけど、ただこその、このドラマでも研究してたようにゴス、ゴスの衣装着てたのみたいな。うん セリフがあるんですけど、確かに、フォトトピックって、そういう T シャツ、映画の T シャツとか、映画のグッズと、あと、ゴス系の服が売ってて、店に入って左側は結構、映画とか、それこそ今は結構、ヒドアカとか、鬼滅とかのグッズがいっぱい売ってるんですけど、でもう、左奥、右奥に行くと、ゴス系の服がいっぱい売ってて。ないね、それは日本にね、さすがに。 僕、結構よく行くんですけど、あのうん、スパイダーマンって人はそこあるかなとか見によく行くんですけど、やっぱ14、15歳のちょっとゴス系の女の子とかがよく、うん、まあ、そうだけ、うん、ゴスとかいわゆるなんか、ね、ああいうふうなイメージのやつの。家族ず、家族お母さんとかと一緒にあの、うん、なんかいっぱい,い余分な布がついた <laughs>、こういう。<laughs> <laughs> 何を引っ掛けるのみたいな部分があるよ着地がいっぱいついてるような服を選んでるよくな国内だとね、国内というか日本だとやっぱりアメコミのグッズ、アメコミ映画とかのグッズとかのやっぱイメージが必要ですよね。実際は結構、5数系の人たちがよく行くっていうそっちの重要ですね。ズボンが欲しいいい人ははぜひ行っててみくださ まあそこでまた今度はインド・パキスタンのなんか分裂や独立や、はい、みたいな話もしてましたね。そうですねえーなそう、なんか物語結な、結構やっぱり本人たちにとってはそれは大きな出来事なんですね。まあ、あの、大変なことになりましたので、うん、今でもその結局、ずっと対立し続ける理由になるところではあって、あの、まあ、インド・パキスタン戦争というのが、うん、あの、起こ っていうかまあ何回か起こるんですけど、はい、まあそういうところがあって、うん、あの分離したときに、すごく、あのそもそも根本的にあの、えーと、イスラム教主体の、はい、なんとそのヒントが多い、<あ>インドの宗教の違いでその、インドが独立しますよというふうになったときに、イギリスから。はい で、その時に、その、そこへ住んでいる、その、現在のパキスタンにいる人たち、はいまあ、ムスリムが多数派の地域が、はい、じゃあ、パキスタンとして独立する。ほう、はい。みたいなことがあ,のあったんですよね。うん、で、それからですね、まあ、 結構歴史が長いので、まあ、簡単に説明しちゃうのもあれなんですけど、うんはい、何度かそういう大きめのトラブルがあって、それに伴ってあの移住するみたいな人たちも多かったんですよ。はい、アメリカとかに移住するっていう人も多くて。うん、まあ多分あの、あれではないと思うんだけど、うん、ミス・マーベルのカマラの家はそういう理由ではな,ってないと思いますけど、はい、昔はそういうのが多くて、うん、それでアメリカに来たっていうような人たちもなるほど 本当、お金を持たずに、はい、アメリカに行ってアメリカで成功するっていうことが大事だっていう。はい、だから、特にインド系の人、インドパキスタン系の人たちお医者さんがすごく多くて、ものすごい勉強して、してアメリカで、うん、アメリカだから本当、20ドルぐらいしか手持ちがない状態でアメリカに行って成功する。うん、だから、逆に、だから、親がすごい。 この作品でもそうですし、あと、さっきのフイクシックとかでもそうなんですけど、うん、親はすごく厳しくて、なるほど成功しない、アメリカに来たんだから成功しない、うん、私たちのように成功しないと、はいはい、またあっちに戻らなきゃいけないとかな、なるほどそれはできないからって期間が違うんだよね。で、うん、その逆に言うとプレッシャーがすごく強くて。なるほど ななかなか自分がしたいことができないみたいな悩みっていうのは実はその今作でもそうですし、世代でも、<の>はい、あの、ビッグシップで、うん、映画でも同じ。なるほど。なんか、そういうとこのバックグラウンドを知ってとなんで、インド・パキスタン系の人たちの親、親御さんは厳しいかっていう,う,う,ていうあの。やっぱりアジア圏の人たち全般にやっぱ親が厳しいっていう、はい、うまあ、ステロタイプにほとんど近いけど、はい、<laughs> まただアジアに、アジア 県から移住してきた2世の人たちは基本的にみんな結構同意しているい、うん、<laughs> 親相当厳しいっていう中国とかあののからやっぱり移住した人たちもやっぱすごく厳しくて、うん、だけど自分たちはそのルーツが分かんなさい本国に遊びに行ったことはあるにせよ、はい、実際は全然その関わりがあるわけではなくて日本とかのところもあると思いますけど日本はそんなにね、はい、あの あんまりあのなんていう大成功を目指してしてるみたいな形じゃなくてうん、うん、会社の都合で行ってるとかみたいな、はい、そうですね <laughs> あとはちょっと先日追い出されちゃったであの日本の人たちは多分それでも多分まあ他の外国から比べるとそもそも根本的にやや厳しめだともともとなのでなるほどあの やっぱりね、それがやっぱアジア人の中では結構共通認識として、うん、みんな文化がめちゃくちゃ違うじゃないですか。な,なんだけど親厳しいよねみたいな話がって、はい、るっていうのが一つの何かなね。あ<る>そういう背景があるっていうことですね。はい、なるほど。結構ちゃんとそういうところもリアルに細かく。結構そういうところで。あのうん まあ比較的ルーツにもしかしたら絡のパそういうスーパーヒーローにな,ーなる経緯と、はい、実はそのルーツと経緯を、歴史的なものを混ぜてくる可能性もありそうだなか結構その話をしだしたので。なるほど確かにね。ねまあここで、えー、おばあちゃん、うん、ね。 えの話になりまして、ちっちゃな頃、行方不明になったんだよということで、その時にまに自分の力で帰ってきたよ、そのときになんか星をたどってきた、た巡ってきたみたいなことを言って、またこれもやっぱちょっと宇宙と言いますか、何か能力的なことをにわすような感じがありまして、それのえひいおばあちゃんは、その時のお母さんだったひいおばあちゃんは行方不明になっているみたいなっていうことですね。 これもやっぱりちょっとしちゃいけないみたいな。うーん、ね。<laughs> どういうことなのか。ね、なんか後でいろいろね、一族の恥やみたいなことがあったりとか、あーっていうことがありまして、で、まあ、ここで、えー、なんやかんやしてると、バングルが反応いたしてまして、うん、なんかこうね、えー、ぐ,ぐぐぐぐーっと光の中から人が見えるみたいな。うんうん 多分ね女性のキャラクターでっていう、まあこれも最後の方にまたね、うんえー、ちょっと絡んでくるとは思うんですけども、えー、何かメッセージなのかみたいなところが、光の中に女性の影が、えー、映っていきました。そして、いろいろこういうことがありましたので、えー、おばあちゃんに、うん、<laughs> もうスマホで結局はもう連絡しまして <laughs>、えー、直接どういうことをみたいなことで <laughs>、えー、聞いておりまして。 まあ、おばあちゃんあるあるの画面に近づいて、<laughs> ああみたいな感じで近すぎるっていうのも、ね、<laughs> ありまして、なんかこれなんかボーイズでもありましたもんね、なんかね <laughs> す,すごく最近、<laughs> ボーイズでもやっていたんで、<laughs> まあ、たまたまかぶってしまって、みんな, <laughs> なん<か>多分 <laughs> ああ、同じことやってしまったってなってると思う。はいうところで、ひいおばあちゃんは、まあ、愛車という名前で。 えー、まあやっぱこれはちょっとね家計の恥だという、えー、わそれを忘れるためにここに来たんだまで言われるぐらいの感じになっておりました。うん、でまあそんなことよりも、えー、結婚式はどうしましょうボンジョビでやりましょう、うん、リビオンプレイヤー歌いましょうと禁じられた愛の方がいいわみたいなことで、うん、やっぱこれはもうニュージャージー出身。ジョン・ボンジョビがニュージャージー出身。ニュージャージーの誇り。 だと思うのでアルバム名もニュージャージーっていうのありましたもんね。やっぱりニュージャージーさ、ボンジョビ。ただやっぱりカマラちゃん世代からするとちょっとボンジョビってんかもうそね。お兄さんだとまだギリギリみたいなかなとは。確かに僕ら世代だともうそろそろボンジョビかってなってまあでも結構当たったもちろん当たって結構アルバム当たったのあったんで。まあ知らなく 知ってはいるけどなんかめちゃくちゃかっこいいっていうまあねど真ん中世代ではないわけですどねど真ん中すぎてそのあの王道すぎてんかちょっもうクラシックレベルになってるなんかはい面白いですね地域性なんだなうとねろではねえ何ボンジョビってもっと都会派といいますか まあまあまあ、比較的アメリカの中では都会なものですね。そんな田舎な感じではない。というところがありまして、で、今度はですね、イードと言われるお祭りですね。こちらのシーンになりました。これはどんなお祭りなんですかねイードは、なんかもう全然、えっと、なんていうの椅子 イスラム教徒のお祭りだなというところではあるぐらいではあって、ちょっとそれがどういうことなのかっていう。ねまあ、あんまり何回か開催されるような感じのものなんですかね。うんまあ、あなんか年2回とか,かな。うん。で、あの、うん、いわゆる何に近いのかみたいなところだと、まあ一応宗教上の理由はあるんですけど、はいうん、あの 普通に、結構普通な、普通にお祭りっぽいお祭りやってんな <laughs>、うん、みたいなところで集まりだっていうこありました、ね。はい。うん、まあ、ここで、えー、友達のナキアであったりとか、うん、ブルーノとかもね、うんえー、それをの格好したりとかいうことでやっておりまして、ナキアはここで、えー、その理事の選挙の、えー、活動みたいなことをやっておりました。で、ここでなんかあいろいろ作戦を立てるときに、いろんな あグループみたいなね、なんかこう、ノリのいい男子グループ、えー、ちょっとおとなしいグループ、女子もなんやね、ド派手なとか、噂好きのおばちゃんたち、そして力を持ってる人たちみたいな感じで、<laughs> えー、結構いろいろ、えー、同じ、えー、エリアに住む人たちでも、なんかこういったノリが違ったりとか、雰囲気が違ったりっていうようなところがすごく <laughs>、えー、なっておりました。なんかえー、それで ナ、えー、きゃも、えー、重要な人たちを説得してくるというところで、まあ、力のある人たちにもお父さんがちょっと含まれておりましてカマラちゃんみたいなところも、えー、変わっていくみたいなところでちょっとこれ、えー、悩んでみるみたいなところもありましたが、えー、そこで、えー、また場面が、えー、一旦変わりましてここでダメージコントロールのエージェントクリアリーさんとが。うんうん もう、ゾウイを取り調べ室に呼び出しまして、えー、ね、褒めて褒めて、情報を引き出すということで、<laughs> もう簡単にね、えー、知ってるよ、見てるよみたいなインスタとか言ってるだけでも、えー、ゾウイは簡単に情報を。 えーまあ、表情で出しちゃいまして、特定をされるといいますかあ、その能力を使った子たちがどの、えー、人種でみたいなところうっていうことがちょっと分かっちゃったみたいなところになりました、はいえー。で、また戻りまして、イードに。えー、カマラちゃんは噂好きの、えー、おばさんたちにおばあちゃんの、えー、ことを。 えー、聞いてまいりまして、ここでその噂好きのおばちゃんたちは、あの人はすごい人よ、ともうヘビ女って言われてるよ <laughs> と、もう呪いかけまくりよ、みたいな。ねえ、なんだったらもう殺人をしたのよ、みたいな。<laughs> さすが噂好きのおばちゃんたち。たかかなんか、ね、<laughs> まあだかわからなかったけど。はい、なんだかすごい人。<laughs> はい。はい っていうところがありまして、えー、まあそんなことをしているうちに、うんえー、塔の上からね、うんえー、自撮りをしていた男の子がちょっと滑り落ちまして、えー、危ない宙ぶらりにぶら下がるみたいなところになりました。さあ、ここでどうしよう、どうしようって言ってるときに、カマラちゃんが持ち歩いてたんですね、<laughs> <laughs> キャムテンマーベルのコスプレに。中に着るのはしんどい服です。になんかスパイダーマンみたいシャーって なかなかななかなか暑かったでしょうね。もし着てたとし <laughs>、ね、<laughs> っていうところで、まあ、あ近づいていって、えー、言葉をかけながら大好きなものを想像してみたいなことで、えー、何ピザって言ってましたかアイスピザ。アイスピザ。アイスピザってあるんですか アイスピザ実はあるんですよ僕ちょっと食べようかなと思ったぐらいなんですけど僕の近くだと全部どっかでも他のとこでも売ってるかもしれない31で売ってましての本当に文字通りアイスのピザでピザのチーズがのってる感じいやもうカッチンカッチンになってアイスケーキみたいな感じでアイスケーキをピザ型にしてるんで一応クラフト部分があって中のチーズとかの代わりが全部アイスになってて。 でそのまあサイズ感も全部アイス、えピザのサイズ感でですけど、まあ、四五千円するのかな ?4000 円。円安とかもすごく高い。なかなかまあ、でもそんなに認知度がない。まあね、カマラちゃんもえっていう感じだったもんね。ーティこあの多分こっちだとサーティワンとかで買える。本当に実際にそんなちょっと特殊なあのタートルズに出てきたような感じのもんじゃなくて。 本当に実在するものなんで。なるほどなるほど。本当に食べてみたい人は結構高いですけど、食べることは実際できるので。なんか日本でも、一時あのやってたみたいですね、さて。なんかちょっとその、エピソードで出てきたときに、ああ、こんなんやってたんだ。なるほど。やっぱ、浸透はアイスケーキなんだと思います。うん。アイスピザってなるような。 なちょっとあとまあお金もちろん。確かにね。ピザの倍ぐらいするとか三倍ぐらいするとかなったらね。<laughs> はい、わざわざっていうことやもんね。だって普通に朝とはアイス食えばいい。<laughs> アイスがいいら。<laughs> はいはい。という感じのなるほど。で、えー、声がけをしながら、 トレーニングで頑張ってね、能力をコントロールっていうところもえ頑張ってたので、この人助けみたいなところで、うまいことえ足場を、足場を作ってっていう感じで、救助することができましたが、ここで、えー、かちゃんは安定した足場に乗り移ったところで、バングルがギンギンギンと反応いたしまして、ちょっと驚いちゃって、その、えー、ライト え固まるやつね光が固まるやつがちょっと解除されちゃって男の子がまた落ちちゃってみたいなところで手を伸ばす届かない足場を作る滑り落ちるみたいなところでまあ車の上にゴーンと落ちちゃってみたいなところでまあ命に別条はないですがあー完全な救出みたいなことにえはなりませんでしたはいえーまあこれでいろいろ写真とか 携帯とかでムービーとかも撮られてたわけですが、一旦そこの場所からちょっと離れまして、ビルの裏通りみたいなところに降りてきたところ、ドローンがやってきてまして、ダメージコントロール。はい、そうですね。スタークションのやつですけど、使っていいのかと思います。ダメージコントロールが回始をしまルた。 あのマーベル・ユニバースの中では、やっぱりその、スタークの大きな支援を受けて最初に作られた会社でっていうところから始まっていて、で、いろんなテクノロジーを回収して、マールも勝手に使ってるっていう、多分形になっていて、結構悪い組織として描かれるなところではあるので、まあ、ちょっとこれからどういうふうにするつもりなのかではあるんですけど、はい、はい、なんか多分、ライフルみたいなの持ってたし、うん、その、 ライフルみたいなやつも多分そのアイアンマンと同じテクノロジーでやってるリパルサー系の武器なのかな、うんうん、はい。まあなんかね、足場を消すみたいなようななんか描写があったりとか、なんかそういうた,当たると <laughs> ね<え>当たると集中力が途切れると多分出せなくなるから、うん、あれ多分、うん、あの普通にクラウト気絶するタイプのライフ食らってるんじゃないなな <laughs> 意識がね、集中できないとっていう。じゃないかなという。はい。 でまあ、ここで、はいえー、襲われたんですが、えー、車の陰に、えー、ゴロゴロゴロンとなったところになぜかカムランがやってまいりまして、うんえー、ドアを開けて乗りなよと、すべてを分かっているような感じで、えー、とりあえず助けに来てくださいまして、えー、その場から逃亡いたします。えー、そうすると、えー、後部座席に 人の影。そして、あなたがカムラね、ずっと会いたかったのよということで、これがあの、バングルが光った時に、まあ、そうですに、ね、<で>ビジョンで出てくる。ビジョンで出てきた同じ人でしたね。で,たねで、これがカムラン曰く、僕の母親だ。うん、というところで、第2話は 2> はい、はい、終了ということになりました。ねえ、まあ、 なんかあのクレジットを見るとなんか、なじまっていう名前の、ね、なんか人みたいな感じではございましたが、やっぱこれはもうカムランが、えー、全てを分かってて、カマラちゃんにいろいろ近づいていってたっていうようなところであるんですね。どういうことなのか。<laughs> あちょっとコミックを読んでるともう名前で分かるんですけど、誰なのか。はいはい、たぶん、えっと、翻訳版が出ているパートでも出てきたキャラ だと思うんでカムロンがどういうキャラクターなのかわかるとは思いますが、ちょっとあまりここでネタバレしておきたいと思うので、ここは決めておきますが、まそうですね、ちょっと重要なキャラクターではあって、これからどうなるか。ただ、あんまりエピソード数がないですぐわかると思います6話のもう言っても次で折り返し。半分で折り返しうんですからね。なるほどね。ということで、 今回は結構やっぱりいろいろそのまあ成長も描きながらんでもなんかこの友達3人であったりとかそれぞれの家庭、えー、文化みたいなところがすごく色濃くそうですね,ね、えー、描写された回だったと思います、うん、シリーズの面白いところあの、はい、まあキャラクターとしての面白いところ、うん、で、まあコミックも緩やかにはあの同じことが起こっているあの、はい、助けた いじめっ子の女の子が注目を浴びたりとかするっていうところとかまああとあのなんかちょっとすて、うん、あな男の子が出てくる、うん、みたいなところとか、はい、まああのこまごまとコミックの序盤の展開をベースにしてるなというところではあってただあのインヒューマンズを絡めていないので、うん、あの元からね インヒューマンズ絡みのストーリーがすっ飛んでるので、その辺がどういうふうになるのかなみたいな。パワーのソースが結構すぐ分かるんですよ。コミックだと仕組みが、みんな同時に起こってた展開だったんで、みんながそうやってスーパーパワーを手に入れてしまうっていう時期のお話だったんで、結構早めに秘密分かっちゃうんですけど、今回だと、もしかしたら中盤以降、もしかしたら次のエピソードで。 うん。ね、なんか、宇宙みたいな要素、そしてね、えー、なんかすべてを知ってる、その、ね、バングルの出てきたね、そのお母さん、うん、みたいなところとか色々、いろいろ絡んでくるでしょうし、またその3話、4話になってくると、また新たなサプライズとかも。うん えーね、出てきそうな,ので,な,んなですね。はい、まあ。その辺も楽しみにしてまいりたいと思います。はい、はい、では、この第2話何かちょっと気になったこととか、これ言っておきたかったこととかはありますでしょうか大丈夫でしょうかそしたらですね、1個ちょっとですね、はい、あの質問がちょっと、うん、今回、このタイミングでご紹介させていただきたい質問がありまして、スマルさんからですね、この度ディズニープラスで6月のいつでしょう、はい 20、29とか、ネットフリックスで今ちょっと配信が止まってるんですよ。やってないんですよ、配信を。デアデビルとか、ネットフリックスでやっていたマーベルシリーズといよいよ日本でもディズニープラスに来ることになったんですが、そこでちょっとスマ丸さんからですね、初見で 見る際にちょっと注意点だったり順番があったら教えてほしい,い。ちょっと順番は今こちらの方にあるので、それぞれシーズンがいくつかあるんでね、ちょっとまず僕の方からちょっと順番だけ簡単にご紹介させていただきます。すまずはですね、デアデビルのシーズン1を見ていただいて、その後ジェシカ・ジョーンズのシーズン2を見ていただいて。シーズン2はね。あじゃあすみません、<わ>シ,ーシーズン1ですね。<laughs> <laughs> <laughs> 絶対そういう見方しん。えって、いただいて次にデアデビルのシーズン2を見ていただき、ルーク・ケージのシーズン1を見ていただき、アイアン・フィストのシーズン1を見ていただいて、ディフェンダーズという、ちょっとこのネットフリックスの、ネットリックスの方のアベンジャーズみたいなラクターが好きなやつを見ていただいて、その後、ついにパニッシャーのシーズン1を見ていただいて、 そのあジェシカのシーズン2を見ていただいて、ループ・ケイジのシーズン2、2> うん、アイアン・フィストのシーズン2で、そしてデア・デビルのシーズン3を見ていただいて、パニッシアのシーズン2を見て、最後,最後、えー、ジ,ェジェシカのシーズン3と。Netflix、うん、でリアルタイムで追ってると、あの普通の順番は終えるんですけども、はいはい、何せもう一気配信なんで、うん、どの順番から見ていいのかっていうのはわからない、ねうん、ちょっとこういう順番で見ていただくと。 確かにかなと思いますが、はい、ちょっと洋平さんのになんか見どころであったりとか、なんかちょっと、こういうところがいいなみたいなのがあれば。ね、多分えっ、ー、と、マーベルの作品の中では、マスクラックのドラマの中では、デアデビルは多分アクションに関しては一番うまく作れためめちちゃゃかところで、超かっこよく作れたし、うん、お話としても、お話の作りとしても、はい ああのま突然街に忍者出てくるとかいうそのマーベル的超マーベル的展開を飲み込めればエレクトラがあんまり好きにならないってところに覗けなエレクトラはコミックでもあんな人だから。すごくフランクミラーがやっていた頃のデアデビルの感じをすごくうまくドラマで再現していて、かつ面白く作っていの 本当にうまくいったドラマシリーズだと思います、ね。はい、アテビルに関しては。うん、で、あの、えっと、一応、マーベル・シネマティック・ユニバースですよというのが売りではあったんですが、はい、あの、あんまり言うほどうまくつなぐことができてきなかったので、はい、まあ、あんま、あの、マーベルとのつながりはあんま気にしなくても <laughs>、<laughs> 他の作品とか気にしなくてもいいかなと思うんですが、うん、えっと、ジェシカ・ジョーンズやルーク・ケイジ、アイアン・フィストといったキャラクター間のつながりは結構しっかりやって濃厚ですもんね。 あのー、最終的にはディフェンダーズっていうお話の展開があります。うんはい、で、ルーク・ケイジーもあのブラック・パンサーとかに先駆ける形で、あの人のね、アメリカの黒人の,あのお話をすぐ、そのタイミングで起こったこととかも手を取り入れつつ、うんはい、しっかりやっていたやつだったし、うんまあ、ジェシカ・ジョーンズに関しては、あの まあ、かなりインパクトのあるヴィランをうっていういいですね。ジェスカ・ジョーンズはだいぶ面白いです。最悪のキャラクター、他のマーベルのヴィランが世界征服するとかそういう言ってるんです世界征服するとかじゃなくて、こういうやつ一番困るみたいな最悪の敵を出してくるっていう。下手すりゃ人間としてはリアリティとしてはサノスとかで余裕で怖い出てくるところであり。まあ、他も、あの、 いろいろあるんですが、まあでも個人的にはパニッシャーが本当にすごくよくできてて、はいうん、デアデビルシーズン2からの、まあほとんど続編みたいながっちりです、ね <laughs> えっていて、パニッシャーは、えっと、他のドラマシリーズと違って、うん、ちょっとデアデビルのシーズン2を見ていないと話が全くわからない。ないパニッシャーが好きだからって,っていきなりパニッシャーから入って <laughs> 見ると、<laughs> はい、ちょっとあの、もう、あの、うん パニッシャーやめてるとこから <laughs> 形になっちゃうで、簡単に言うと、はいあの。それだとおかしくなっちゃうんで。なんで、デアデビルシーズン2もね。まあ、デアデビルシーズン2が一番良かった。パニンじゃ出てきますけど。ただ、ただコ,はい、コットンマウスはこの後、ブレイドになってしまうんで、コットンマウスのユークケージのキャラクターがあのブレイドになってしまうんで、ちょっと、はっ、ええ、うん、ってなってしまう可能性もありますけど。 そんなにいっぱい出てくるキャラクターではないので、多分メインキャラではありますけど、っていう感じ。まあ、キングピンもね、この間合流しました今回も合流しましたんで、多分デアデビルは、あの、これから、もしかしたら、一応エコーも、はい。気がしますね。そう、エコーとかもやるっていうことを言っているので、 もしかしたら、そしたら、デアデビルとお話的には少し絡めていくんじゃないかな。はい、だだかデアデビルは少なくとも見ていけばディズニープラスとか。うん、かデアデビル見てりゃ分かるんですけど、あれぐらいでキングビ知らないよね <laughs> <laughs> みんな怒んないでください。強さからすると。はいそ,ね、そもそも超人的身体能力を持ったらデアデビルとあんだけぶん殴りいして別に死んでないで、ね、<laughs> そうですね。<laughs> で、あの、<お>あと、弾を食らっても死なない服とか作れる人なんで <laughs>。 人が出てくるので、その人をそもそも雇ってるのはキングピンって話をちゃんとやってるんで、あれは車を見てりゃ別にあそこ自身なんだろうっていう気がしてはいますね。あと、スター・ウォーズファンは、そうかも出てきますしね。そうですね。ナイトナース。ナイトナースというか、大体、他のキャラクター、どうやって話繋つないでいくんだろうと思って、重要なキャラとして。思っていたら。 クレア・テンプルというね、キャラクターを使ってお話をつないでいったのちょっと面白い展開ですね。大体みんな怪我するんで。怪我直す。みんな世話になります。たまたま出くわして、たまたま話に巻き込まれて、すげえかわいそう。白かったです。あと、ジェシカ・ジョーンズのシーズン3とかも、ペッツィが主役みたいになって、パッツィね。パッツィがもうめちゃめちゃ面白いんで。 はい。そうですね。ジェシュカ・イロンズも面白いところでした。ね、面白いです。はい、えー。あまりアイアンフィストについて、アイアンフィストはね <laughs> あの、途中で終わっちゃった感じがあって、ね、アイアンフィストはなんか明確に、すごく明確にこれからの話やりますみたいなところで終わっちゃうんで、はいうん、こっからすげえ面白くなるんだろうなみたいな。シャンチ、ね、ー,ー見た後はね。 はい、なかなかちょっとね<う>アクションは見れたもんじゃなくなるんで<う> <laughs> シャンチー, 2, いやー 2>, 2に期待しますシャンチー2の中にもしかしたらアイアンフィストが出るんじゃないかなって <laughs> アア、ね、あの格好で出るんじゃないかって期待しながら待ってい、はい,、うんい,いね、アイアンフィストは本当にあのすごくあのトレーニングとかが多分間に合ってなかったタイプの映画で、うん、アクションの面に関してはちょっと本当にそこは。 ね、残念なところではあったんですけど、キャラクターの描写に関しては、主人公より、その、なんていうの、うん、あの一緒に育っ,に育ったか、兄弟のように育った、うん、幼馴染たちの方の話がめちゃくちゃおもしろくて、<laughs> あれ、こいつら主人公の方がいいんだよ、はい、みたいな <laughs> 話になってて、でもちゃんと相棒用のようなキャラクターになってて。うん 最終的にはすげえ面白く。かつ、親父の話が実はアイアンフィストって超面白いので、その話をね、死んだ親父は一体何者だったんだって話をやるはずだったのに、途中で。ま、違ったね。まず続きやるんだったらアイアンフィストでやってほしいんだよな。ね。ま、いろんな監督が通ってね、なんかいろんな雰囲気でね、見れた話でもある。ブータンのレザーでうん。全然違う雰囲気でね。 あとルーク・ケージもルーシー・リュウがチャーリー・ゼンゼンとか出てやってルーシー・リュウが監督してたりとか意外とビッグネームがこそっと入ってたりとかそういうのをしてみていただくとはいはいまあここからのね本当にいろいろ絡んでくる重要人物たちの話結構な話数あるよね全しばらくしばらく見れるなら1 0は超えますかね こうフルサイズの1時間級のエピソードが多い中、あの大体12話編成だったかな、はい、?13 話か。ね、13話編成で多分、ネットフリックスは当時が作っていたので、ほとんど13話が。で、3シーズンあるのが2シリーズ。はい。2シーズンが2シリーズ。うん。あ、じゃ三3シリーズか、パニッシャーか。はい、っていうような形であるので。うん。うん、パニッシャーだけ8話とか、そんな。なんんなね、あ、そうだ、パニッシャーは。 ちょっと短めのあの作りだったかなどうだったかないやジュースだったような気がしたけどディフェンダーズが短いですねディフェンダーズが8話の短めのやつだったんで今思えば六話ぐらいで本当に思ったりそうですねちょっとその今やっぱ配信ドラマその辺のどこがいいのかなみたいなところで六話 6話の難しいところは出てきてるなって感じでちょっと今ドラマとか見ていては思ってます。ちょっとやっぱりなんか足りてないんじゃないのみたいな。語りきれてないところはあって、まあ、それこそね、あの、帯ンのやつとかも、最終は1時間半っていう構成らしいので、6話にしなきゃいいんじゃねえのかなと思ってしまう。確かに。ちょっとあっても。 2つに分けや7は8はあってもいいんじゃないのと思ってしまうような感じのやつではありましたね。というような順番で内容をチェックしていただければと思います。というところで、はい、では告知に参りましょうか。<laughs> ペンギーさん告知ありままししたらお願いします はい、そうですね。えっ、ー、と、まあちょっとまだ <laughs> 残念ながら出せるのがないので、はい、あれなんですが、あの、まあえっ、ー、と、ショープドブックさんの、えっ、ー、と、ノートの方にですね、はい、ま今回の、えー、とドラマのミズ・マーベルに関する、えっ、ー、と、記事を書いていますので、まあ、そちらをぜひ、まあこね、この配信を見ている方は、そちらを見ていただけるといいんじゃないかなと思います。はい、あの、結構、コミックの、あの、大体の経緯を、 まあ、カエイというか、まあ、キャラクターの歴史をある程度踏まえつつ、あのこんな風なシリーズを読むといいですよというところではあって、いくつか本を紹介させていただいております。まあ、コミックはね、あの最初のシリーズが本当に翻訳が出てるんで、はい、そこを読んでくれれば、あのだいたいわかるんじゃないかなという今のところはコミックに結構沿ってきているというところがあるで。はい ぜひぜひチェックしてください、うん。よろしくお願いします。ありがとうございます。じゃあ、えっ、ー、と、森笠さんの方はなんか、ね、前回はカナダの有意義なコミックショップの紹介やりましたけども、え、もうご近所の話でも全然いいので、えっと、そうですね、えー。最近のカナダ事情を。昨日、昨日、昨日、昨日か、あの、友達、セカンドシティの友達に、あの、うん、カナダワンダーランドっていう遊園地に住んでもらって。 えー、今は違うんですけど昔パラマウント映画の遊園地だっ,ったそうで、うん、うえそこであのちょっとトップガンのやつに乗ってきました、えー、ただただあのあのパラマウントが引いてしまったので引してしまったのでトップガンと言えないトップガンの,あの僕の2個上ぐらいの子で、うん えー、あのそこ紹介してくれたと、うん、昔はね、ここトップガンであのトム・クルーズの、ね、映像とかがね、そこで流れる、ねうん、今はないんです、えーえー、ジェネリックな<ー>あの戦闘機っぽいだから、すごく地味な戦闘機っぽいアトラクションに乗ったりとかで、まあ、もしちょっと映画とか好きな人は、はい、これはきっとスクービーとか、なとかいろんなことを想像いただきたい。 <laughs> えー、もう何せ権利者が一切なくなってるんでん非常にプレーンな。いきましたね。では、えー、次回第3話の。はい 会になります前半戦のラストでございますねはいいよいよどういう展開になっていくのか、えー、皆さんとまたこのように語り合いたいと思います、えー、同じく、えー、コメント、えー、皆様のいろんな意見いただければと思いますのでよろしくお願いいたします,ししますでは次回第3回回想会でお会いいたしましょう本日はありがとうございましたさようなら